ヒューマンムーブメントサイエンスって、まあ、結構インパクトファクターが、まあ、高いところなんですけれども、全く同じ書き方ですねっていうのは今日ご紹介していく内容になります。論文の書く場所で一番難しいのが考察だったりします。で、僕もその一人で考察っていうのは結構難しかったりします。この動画では10年の研究活動から思う理解しやすい、また一番シンプルに書ける、そして個人的には論文が通りやすい5段落で書く書き方について深掘りしていきます。ごめんな。です。研究や留学など多くの方へメッセージを届けたいっていう方へのチャンネルなので、よかったらねチャンネル登録されてください。じゃあ早速この考察ですよねっていうところに入っていきます。以前の動画ではこう通りやすい研究論文の特徴であったりとか所見の書き方ですね、まあ、これも同じようにね5段落で書くので、まあ、それに関してはね概要欄からご覧ください。じゃあ早速この考察っていうところに入っていきたいと思います。じゃあ早速1段目からいきましょう。で、まあこれは今日まあ5段落でお伝えするんですけれども、こう2017年に出したまあヒューマンムーブメントサイエンスって、まあ、結構インパクトファクターがまあ高いところなんですけれども、まあ、それの時にこう使った書き方とまあ全く同じ書き方ですねっていうのは今日ご紹介していく内容になります。で、1つ目ですけれども、まず簡単に結果っていうのをこう短くまとめるっていうことで、まあ、ここにねどんな内容を含むのかっていうのを簡単にお伝えしていきます。で、まあ、こう仮説が例えば、まあ、合ってたか合ってなかったかとかっていうのを、まあ、簡単に先行研究と比べて同じだったよとか、まあ、ちょっと違いますよっていうようにこう、まあ、僕の場合はね話していく内容になっています。で、まあ、例えばこう基本的にはこう〇〇だけど、まあ、この研究では〇〇だったみたいな感じで、こう他のと研究の違いですよねっていうのをここでは書いていきます。で、どういう感じでいくかっていうと、最初僕はだいたい1行、まあ、2行ぐらいかなで、こう自分のやった研究っていうのをこうギュッとまとめて、なのでこう結果のなんていうのかな、まあこう要約みたいな感じですよねっていうのを最初持ってきます。で、その後に先行研究を簡単にですけど使いながら、一体どうだったのか、こうまあ仮説通りだったのか違ったのか、でこれ結構次大事なことがあるんですけど、こう2段落目に行く前の締め方として、この研究、まあ皆さんがやった研究ですねっていうのが他の研究と比べてここが違いますよっていう、こうまあ簡単なアピールですよねっていうのを入れてあげると、論文っていうのがこうまあ結構よく見えます。だからまあ僕も査読をしてて思うのもありますけど、もちろんやっぱ読んで、あ、これがこうだから新しいんだっていう、だからまあ皆さんもね査読したことが、まあ、あるないか、まあ別に経験があるかないかっていうのは、まあここではまあどっちでもいいんですけれども、やっぱりこう、まあ、査読の経験がある僕の立場からちょっと簡単にお話しさせていただくと、まあ人の論文をこう読みますよね。で、例えばまあ考察の時に、あ、こうこうこうだからこの研究が新しいんだなっていうのをこう見ると、なんかちょっとこうよく見えるというか、まあ例えばですけど、めちゃくちゃ僕はその読んでる研究に、まあ、めちゃくちゃ詳しい人だとしましょうか。そうすると、いやいやそんなことないよ、もっと他にも同じような研究っていっぱいあってっていうふうに思うんですけど、まあ、例えば自分の専門外、専門内科でもちょっと違う領域ってあるじゃないですか。まあ、例えば、まあ、スポーツ心理学っていう領域見ても、まあ、本当にいろいろ多いですし、で本当にこうスポーツ心理学領域でもちょっと違う場合ですよね。で、自分にペーパーが回ってきた時には、そこまでまあなんていうか、まあ論文の最新がわからないっていうことは別に珍しくないです。そういう場合にそういうこう、まあこれって新しいんですよっていうのが入ってると結構まあ力強く見えます。で、まあ実際に、まあ例えば、まあ英語だったら、まあどういうふうに僕がこう言うかっていう、まあ感じだと、This is the first study to show that なんとかなんとかなんとかっていうことで、まあこの研究っていうのはこう新しいですよっていうふうに僕はね、あの一段落目の終わりっていうのをこう、まあ、まあほとんど締めくくるようにしてます。まあ頑張ってるんですけどね。まあなのでこう研究をやる前に、一体この研究って他と比べて何が違うのかなとか、まあ、何が新しいのかなっていうのをこう理解しておくと、ここはね、こうまああんまり悩むことがない。だけどこう結構まあ闇雲に始める、まあ僕は最初そうでしたけど、まあ闇雲に始めてしまうと、いや一体これって何でやられたんだろうっていう風になってしまうので、やっぱこう何かの問題が解決できるっていうのはすごい大事になってくるんですね。じゃあ早速2段落目にどんなことを書いていくのかっていうのをお伝えしていきます。で、まあ僕が書く内容ですけれども、なんでその結果が出たのかっていうことですね。で、ここで大きなミスとして、まあ、やってはいけないのが、結果を結構こう、まあ、ずら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 と並べてしまうパターンっていうのは結構あるんですね。でもそれって結構まあ NG で、その理由っていうのが、結果っていうのはもうすでに結果のセクションでこう統計を使いながら説明されてるんですね。でもたまに見ると、あ、また同じことが、まあ、統計書いてないけど同じことが書いてあるなっていうのがあるので、なんでその結果が出たのかっていうのを先行研究を使いながらこう話していくっていうのがすごい大事になってきます。で、第1段落でも先行研究を入れながら、まあ、これって同じでしたよとか違いましたよっていう話すんですけど、イメージではここはその先行研究の使い方っていうのはもうちょっと長い
だ例えば先行研究で気持ちもしかするとこうこんな方法でやられた時はこうだったけど、この結果の時はこうでその理由っていうのは〇〇〇ですっていう風に深掘りしていく必要があります。でもちろん一つだけではなくてこう、他の研究ですよねっていうのをこうどんどん入れていく。で自分のやった研究との違いっていうのをこ うまく出していくっていうのがね大事になってきます。第3段落なんですけれども、ここもなんでその結果が出たのかっていう、ここ第2段になります。でじゃあ2段落目と3段落目っていうことでどのように僕は分けてるのかっていう、ここをお伝えしていきます。こう本当にその2017年に通った、わりかし短い研究だったん、研究というか短い文章っていうのかなだったんですけれども、大きな結果っていうのが2つあったんですね。こう深掘りはしていかないんですけど、1つっていうのがこう運動をさして、その運動のパフォーマンスはどうでしたかっていう、こうなんていうのかな、データで、もう1つっていうのがこう質問紙を使って、どんなことをねその練習中に感じてたのかっていうことをね聞いた研究だったんですけれども、こうもう2つ目ではその質問ですよね、それに関してのデータっていうのを先行研究を使いながらねこうお話ししているっていう内容になります。だからこう例えばですけれども、これはね皆様が自分の研究をこう考えながら、あこういうふうに書いてるんだなっていうふうにこう考えていただけるのが、一番ためになるっていうとちょっとなんか上から目線でちょっといやらしいんですけど、一番こう活用していただけるパターンだと思うので、こうお伝えすると、今自分が一体何個データがあるのかっていうのをこう簡単に考えていただきたいんですね。で例えば大きな研究だった場合っていうのは、大きなというか規模が多いっていうのかな、いろんなデータがある場合っていうのは、ここの2段落目3段落目っていうのがもしかするともうあと1段階増えてくる。なので例えば6段階で6段落で書く可能性っていうのがねこう出てきます。でも例えば大きく分けてこう2つだなっていう場合は、全く同じようにねやっていただけることができます。で例えばデータ1で例えば2段落目を書く、でデータ2で3段落目を書く、でこう例えば長さっていうのは変わってくると思うんですけど、もちろんそれっていうのはこう先行研究の量って決まってくることもあれば、単純に取り扱う自分の量ですよねっていうのが多い場合、例えばよくある質問紙で例えばこう話を進めていくってなった時に、1つの質問紙を使っているのか、もしかしたらこう3つ4つって使ってる場合は、例えばその段落が長くなる可能性もあれば、もう段落を増やすっていう、それはね皆様のこう書き方、ちょっとこうセンスになるかもしれないんですけど、というところの差になってきます。で次に4段落目に入っていきます。でこれがよくある書き方のパターンで、例えば研究の限界を書く、英語で言うリミテーションっていうんですけど、この書き方で僕も書いたこともあれば、査読者に書いてって言われたこともあるんですけど、気持ち的にはこう研究の限界で書くよりも、今後どんな研究やったらいいのかっていうことを書くっていうことの方が大事だなっていう理由があって、それを今からお伝えしていきます。研究の限界ってことを考えた時には、例えば自分の研究はこうこうこうで、これが、この研究から分からなかったからこれは言えないっていうような、言っちゃうと過去形なんですね。で過去形で書くと、この研究からはこれが分かったなって、実態は分かるんですけど、こうできれば人に自分の研究っていうのをこう使ってもらいたいですね。でここでこう将来こんな研究が必要だっていうような書き方っていうのがすごい大事になってきます。だ例えばですけれども、こう自分の研究ではこれを測ることはできなかった、例えばですけど、こう考え方によってはそれが研究の限界になります。それが分からないっていうことなので、でもそう書くよりも、これが分からなかったから今後はこの研究をすることがすごい有用になるだろうっていうふうに書くことによって、例えば読んだ時に、あそっかそっか、これが今分からないからこの研究だったら僕私できるなっていうことにつながる可能性が出てくるんですね。それによって他の人にこう皆さんの研究が使ってもらいやすいっていう、こう可能性が出てきます。でこれは確かにそうだなって僕も結構思うことがあって、こう博士課程の時の話をねこう簡単にお伝えしていくと、指導教官がびっくりするぐらい論文を書く方だったので、何回もその人の論文を読んだんですけれども、結構最後の段落から、2番目っていうんですか、結構マニアックな話ですけどに、結構将来はこんな研究が必要ですっていうの書き方が結構多いんですね。でそれによってやっぱすごいこうなんていうか、人に使われる回数とかも多いので、これは僕はすごい学んだ内容になります。で例えば皆様の研究っていうのが普通の大学生を使った場合だと、使ったっていうとあれですけど、大学生が対象者だった場合ですけど、例えば高校生とか、中学生とか、子供っていうのかな、もっと下の年齢では、例えばこの研究の結果が同じように出るのかが分からないので、将来それが大事であるっていうふうにこうお伝えすることもできますよね。
他にも自分の研究から、まあ、これをやったからこういうふうに言えるだろうとか、他の研究でこういうふうに言ってるからこれが推測できるっていうふうに、結構考察の欄っていうのは、まあ、考察の場所っていうのは書くことがあるんですけども、まあ、例えば他の研究でこう言ってるっていう内容があります。だこれを例えば実際自分の研究で同じように測れないの か、そうすることによって今回この結果が出ましたと。でこの結果も出たので、これはこうもっと自信持って言えますよね。こう他の人の研究を使わないで言えますよね。なのでこうどういうデータっていうのが自分の研究にちょっと気持ち足りなかったのかなとか、一つか二つこうなんか足せるデータっていうのがないのかなっていうのを考えながらね、この章っていうのを考えていくといいんじゃないかなと思います。じゃあ最後の5段落目ですけれども、これは本当にすごい大事な章になります。その理由がやっぱり最初と最後っていうのは、まあ、やっぱりこう、まあ、論文とか関係なくですけれども、まあ、インタビューとか、まあ、プレゼンテーションとかもそうですけど、やっぱどうしても印象に残るんですね。なのでやっぱこれをどういうふうに締めるのかっていうのは、まあ、結構こう通りやすい論文になるかならないかっていうのにも僕はね関わってくると思ってます。で、まあ、どのように始めるのかっていうと、こうまあ、考察の書き方の1段落目でこう簡単にお伝えした内容であるんですけども、僕はねこう1段落目では、まあ、2、3行でこう出てきた結果をまとめるっていうふうにこうお伝えしたんですけれども、ここもイメージとしてはそんな感じです。まあ、同じように書くんではなくて、まあ、ちょっと違 こう切り口で この研究っていうのはこうでしたよっていうのをこう書いていく。でその後に例えばなんでこの研究はこう大事だったのかとか、この研究っていうのはまあ価値がありますよっていうのをこう、まあ、簡単にこう、まあ、解説していくっていう感じですね。とか他にはまあこうスポーツ現場だったらね、まあ、よくあるんですけども、じゃあ一体この研究っていうのはどのように現場で使えるのかとか、まあ、一体この研究っていうのはこうどのように、まあ、例えばスポーツで考えるとまあコーチが使えるとか、まあ、教員が使えるのかとか、まあ、その読んでる方ですよねっていうのはどのように使えるのかっていうのをね書くっていうのはすごい大事になります。なのでこの上にもね動画が出てくるんですけども、どうしてその研究が大事なのかっていうのは、その本当にデータを取る前にしっかり考えておく必要っていうのがあります。それによってもうこういうところで使えないとか、例えばそこまでこれって大事じゃなかったなっていう研究っていうのは、まあこうできるだけこう、まあ、やらない方がいいってことはお伝えはしないんですけれども、できるだけこれってこうだから大事だなっていうふうにこう理由を持ちながらやる方が、まあ、絶対いい研究にはなるんですね。なのでそれを考えるっていうのはねすごい大事になります。こっちの動画ではいざ論文を出した後にどのように査読者に回答していくことによってこう査読者が満足してくれるで結果的に通りやすいのかっていう、こう本当にこう回答方法ですねっていうのをこうお話ししていきます。 See you there!